好調を見せていた K リーグ第9 f c だが、2019AFC チャンピオンズリーグでサンフレッチェ広島に2連敗、さらにエースセシーニャが負傷するなど、ここに来て災難が重なっている。23日、DB 第9銀行パークに広島を迎え入れた第9は、前半の失点を最後まで逆転することができず、01で敗戦を喫した。 猿10日のアウェー戦で02で敗れた第9は、これで広島を相手に2連敗となった。この日、エースイコールセシーニャが後半32分、太もも負傷の影響で途中交代。現時点で正確な診断結果は出ていないが、アンドレ監督は、左太もも裏の筋肉に異常が出ているようだ。 精密検査の結果を待っているとしながら、セシーニャが抜けたら影響は大きいと心配そうな表情を見せた。